い、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は2日目になるんですけど、はい、昨日、どこまでの説明だったかな。ここを切るっていうところですね。あーでしたね、はい、どうしてもこの出し入れするときに同じこの長さで全部切ってしまうと、使えるということで、そう、この部分をですね今から切っていこうと思います。ここ切りました今。ああ、こんな感じになる、ね、うん、はい、一旦全部互い違いに切り終わって、うん、スムーズに開け閉めできる ね。そう、ああ本当だ、全然使えないね。全然違うね。閉めて、ああ全然だね。もう中に入れ込めなかったもんね、うん、ここはだってね、うん、まあ、ちょうどここがちょっときつむけどね、まあ、しゃあない、うん、でも全然さっきと違う、うん、うん、いいですね。いいね、はい、うん、ほら、これがいいと思います。こうだよね、うん、やっぱりこれでこう開くように、うん、やっぱりちょっと重たいな、うん、はい、これ2つ目の、上の天板というかになるんですけど、うん、この状態だとすごくスムーズに動いてくれるんですけど、はい、この上にですね板を打ち付けると、うん、なぜか硬くなる現象が発生しまして、うん、でそれにかなり、ね、苦労したんですけど、うん、おそらく原因がですね今この状態でここでこの高さだ、ここのスライドされない方とスライドする方、うん、こうですね、うん、ここのこの高さが揃ってないと、うん、上に打ち付けた板がブレーキになってしまって、うん、ものすごく硬くなるんですよ、うん、なんかこの状態で位置をしっかり合わせてビス止めするのをおすすめします、はい、というか本当にここで精度がかなり求められるわ。今もほらここでちょっとだけここ段差あるよ、うん、多分これもダメだもんね。ちょっとした段差もダメだ、うん、これもダメだと思う。ブレーキになるよ。あーそうなんだ、うん、やっぱりポイントは今この外の枠があるでしょう、うんうん、これにレールをしっかりこの上の面を合わせてあげる、うんうんうん、でこの内側を取り付ける時もしっかり、うん、高さを揃えてあげるっていうのが、まあ、ポイントですかね、うん、それでは、作業始めてから2時間ぐらい経ったので一旦休憩をしたいと思います。こっち側のベッドの部分だけ完成できればね、うん、今日はね、うん、あ、時間かかるよね。かかるね。ベッドをこっちの方に作って、最初こっちに作る予定だったんですけど、うん、こっち側に作ってこっちになんかこうねテレビをかけたりとか、うん、まあ、カウンター的なものを作れたらいいなって思ってまして、うん、とりあえずここだけできればいいんだけどな。この下穴を開けるの、これ。そうそうそう、下穴を開ける用のこの先端の部分が切れなくなったみたいで、うん、インパクトドライバー電動ドリルで強力研磨っていう、これで研ぐ、うん、研ぐらしいです。おお、いいじゃんいいじゃん、うん、いいよ切れる、切れた、うん、結構いい感じの隙間になったね。なった、うん、はい、いいじゃん。出来上がり、出来上がりました。そう、ちょうど約、まあ、1700、うん、ちょうど1700だわ。1700で、はい、隙間がちょうどジョイントがここですね、うん、こういう風に上がるようになります。そしてこういう風にスライドできます、はい、こういう風に。やっぱり一つ目より二つ目の方が上手にできます、うん、
でもやっぱり微調整に時間がかかりますね。うん、そうだね。ちょうどここレールがあるんですけど、うん、レールの上にこのように板を打ち付けたんですよ。うん、そしたら、この板が、ここね、この稼働する動くところを押さえつけるような形になってしまって、うん、それですっごい重たかったのね。うん、だからここを丸ノコでこういう風に嗅いであげて、スムーズに動くようにしました。はい。まあそうすることによって上の方がまたフラットになるから、うん、まあ使いやすいかなと。うんうん。これを4箇所ね。はい。センターを出してあげて、ここまでが1700。うんうん。そう、これあんまりギリギリに作っちゃうとさ、こっち上げた時って当たるのっけ、上に当たるかも、ここが当たるかも。こんな上まで上げることってあるかな、 あるかもね。あるかも。でもこれ以上を前にやっちゃうと、ここぐらいでいいのか。上までの高さが400、まあ50ちょっとだね、うん、今で。まあ約450というところです。でもここが、その上が来るんだよね。ここにマットが来るんですけど、まあマットは、そのこの間もだったけど、座った時は沈むから、うん、まだね、大丈夫なはず。うんうん、なんか、今こうやったら当たるけど、うん、普通にこう座ってる分には、うん、まあ、ゆっくりする分には多分当たんないと思うんだよね。うん、で、荷物が乗らないとさ、やっぱりさ、大変だよ。そうだよね。移動が長いから、うん、だし、ま、釣りをしながら、まあ、車中泊っていうのもあるし、うん、まあ、冷蔵庫はまあ入らなかったとしても、キャンプ用品とかもあるし。そうそう。なのよね。これでいこうか。うん。45センチで、うん、まあ、私は全然当たんないと思うけど、もちろん。もうちょっと上げる？え？届いてん。これで上げられる？今まで普通に座ってこうだよ。うん。まあバックのマットは来るけど、やっぱちょうどさ、まあ、ゆっくりできるんだけど荷物もそこそこ乗るっていう微妙なラインを今探してるわけだよ。そうだよね。まあ、居住スペースのこの高さももちろん大事だけど、荷物も乗らないことにはね、何もできないからさ。うん、あと上げるとしたら何センチ？何センチいっちゃう？もう5センチは無理やろ。3センチ。3センチ。あと3センチ上げてみようか。あ、そう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 、そうだよ、こうそれだよ、うん、まあいいかも、うん、まあそんなもんだよね、うん、まあ俺に合わせてもね、あんまりちょっと下がっちゃうからさ、うん、多少こうなるぐらいでも、でもこれだったらほんとポータブル冷蔵庫閉めた状態だったら入るかも、入るかもね、うん、下は拾いに越したことはないからね。まあ収納工夫次第ではさ、うん、2段とかにもできるじゃん、うんうんうん、だしこっちのスライドも一応考えてるからさ、うん、荷物これでいこう。ね。で、うん、48センチでちょっと作ってみようか。はい。はい。は、この45のビスで止めます。うん。厚みがこれだから、45だったらほら、ちょうど貫通しないでしょ。うんうん。見たな。うん。この突っ張りなんですけど、うん、約、一尺ずつで入れてるんですよ。だから300ぐらいずつで入れてもいいかもね。うんうん。普通のあのスケールだとこの赤いね三角があると思うんだよね。そこがあの一尺だから。これね。そうそう。いやこれもうちょっとちっちゃいんだと思う。今うん僕が使ってるのは上があの尺で、うん、下がミリなんですよ。うん、だから結構これ使いやすいんですよね。うんうん、だからあのこういう下地系はこの一尺ずつで入れる下地が結構多くて、うん、で家の下地も。この尺が基準で作られてるからさ、まあ、基本的にね、うんうん、違うところもあるんですけど、こんな感じで、まあ、下地を入れてみました、はい、まあ、300ずつ入れれば、うん、強いから人間が乗っても多分大丈夫だと思う、うんうん、こんな感じになりました。これがどこのかっていうと、これはあの外側の方、
内側の方にさっき作った端を設置したんですけど、次の壁側の方はタイヤの部分があるので、ここを避けて足を作らないといけないということで、こういう状態のものを作っています。746。あ、いいね、746。うん、やっぱ繋げないと心配じゃん、グラグラなのか、そう、うん、今揃ってるっけ、もうちょい今、うん、玉ではいって、今何時、今1時40分。うん、買った、うん、もうちょっとそっちだ、こっちだ、うん、押して、さあ、うまくはまるでしょうか。もう一つも持ってくる？いや、とりあえずこれだけでいい。当たる。え、なんか寸法ミスってね。なんか寸法ミスってね。ミスっとるやんけ。このブースミスっとるよ。ねえ。完成。一応完成です。おお、完成。あ、そうか、外面を合わせちゃいけないんだね。横をちょっと5ミリぐらい収納できるね。でしょう、うん、あ、すごいすごいすごい、収納スペースも結構ありますね。これだったらポータブル冷蔵庫多分入るはず。いけそう、うん、いけると思う。ただまあ使うときにその食材なんかをまとめて取り出さないと、一回一回この上を開け閉めしないといけないから、もしここに直すっていうのであれば、でも車中泊ってなると現実的じゃないかも。この中に入れるのはやっぱり前の方にすぐ取り出しやすいところに置いとかないと。あ、でも全然スペースあります。できました。はい、長板も付け終わって完成しました。いいね、すごい頑張ったね。ここ、あ、こっちちょっと硬くなってるね。なんでだ、少しどっか当たってる。ここが下が吸ってんのかな、引き出せるかな、うんうん、両方ともちょっと引き出してみて。どう、あの乗ってもそんなに怖い感じはしない？いや、でも俺乗ったらちょっと怖い。あ、そう、うん、ちょっとやっぱりきつむね、うん、
乗った状態でするとね。そうだね。うん。まあ、まだ反対側にその乗せるのを作ってないから。うんうん。そうだよね。そうそうそう。こうやって受け入れます。あ、いいね。ダンパーがないとちょっと重たい。うん、重たい。だいぶ重たいです。すっげえ。いいね。あ、いいね。余裕だね。うん、ちょうどじゃん。寝て、パパに。でもさ、こっち、あ、まあ、こっちだけに二人は寝るのは厳しいか。うん、まあ、寝返りができない。寝れないことはないけど、かなり狭い。狭いね。うん。寝れないことはないけどね、うん、かなり狭い高さも、うんうん、まあ、マットがないけど、まあいいぐらいでしょう、うん、いいぐらい。はい、というわけで、はい、今日はハイエースの、ベッド作りを DIY してみました、はい、もう大概も旦那が作ったんだけど、うん、どうだった？まあ大変でしたこうでも思ってたのを形にしてみて、うん、やっぱり結構こう思った通りにはいかなくて、うん、そこ微調整しながらっていうのが難しかったんですけど、うん、まあね、どうにかこうにかできました、はい。まあ、もうちょっとスムーズにこう出し入れできればいいんですけど、うん、まあ、そこら辺の精度を求めると本当に難しいですね、うん、もういいとこで妥協しないと本当に時間が、うん、いくらあっても足りないよね、うん、微調整にだいぶ時間を使いました、うん。一応これでね、車中泊してみて、うん、はい、もうこれで寝れるわけだよね。そうそうそう、一旦は、うん、まあいろいろこの見た目今良くないんですけど、うん、まあもう一旦はこれで終わりとして、はい、まあ、ちょっと気になった箇所は、うん、まあちょっとずつ良くしていくっていう感じ で、ね、はい、はい、とりあえずはこれで、はい、整いましたので、はい、はい、ということで、はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。疲れた。